みんな聞いてくれ、マイナスショーだ、放送が入ってしまった。今回ですね、太鼓で蚊が出たらシリーズで、今回ガキツカのような感じ。こちらフランクフルトの棒、これフランクフルトがあったっていうのホットドッグじゃね、これホットだったね、これ俺ずっとフランクフルトって言ってたんだけどさ。そうですね、蚊が出るたびにこの棒で翔さんのケツをねヒットしたいと思います。リアル、あ、リアルじゃない、太鼓版ガキ塚だね。ケツが見えるようにね、翔さんが見えないからってちょっと寂しいっていうコメントはね、嬉しいですけどね。言ってないって、多分この辺じゃない。ステンバイ、オッケー、これでいこうよ。なんか占領しそう。はい、翔さんアウト。さあ、まずは一発目ですね。これでストレス発散しないでよ。まさか僕がそんなこと考えてるわけないじゃないですか。バックハンド出るといいかもしれない、テニスのバックハンド、僕テニスなかったんでね。何暇してんだよ。暇だな。翔さん早くカー出してくれないかな。もう出ないよ。もう出ないって、本当かな。測量の毛がひどいね。僕12回も叩いてないんで、あとなんか残りの6回くらい叩いていいですか。マジか。今までね、YouTube にたくさん動画を投稿してきましたけど、今のが一番恥ずかしかった。